に大きな拍手を。今日はね、お二人の皆さんはね、地元の方もいらっしゃいますし、東京からお越しの皆さん、大阪からお越しの皆さんもいらっしゃいます。全国各地からですね。おっしゃる通りです。この沖縄パイナップル。さあ、攻守方向を入れ替えまして、これより第2クォーターに入ります。台北プレターズは画面向かって左から右に攻める格好になります。ただいまより第2クォーターが始まります。台北エネミー47ファーストアウト。ここは一つクォーターがありましたから切り替えて、はい、逆転のシーズン。いやー、しかしここは止めた。さあ、まずランプレー、キャリア22番ハンドオフから左奥タックルを突破、約4ヤードゲイン。台北キャリア22ゲイン4ヤード。ごめんなさい、間違ってたらすいません。キャリア22、ジョン・ファッシャー、本日好調なジョン・ファッシャーが再びこの攻撃の展開をのき、きっかけを作る形になりました。台北 NB43、 相手陣43ヤードから台北セカンドダウン6。ここは止めどころ、今はいいプレーがありましたから、もう一度来たら、これは早かったが、足を出ました。すごいタックル、これは琉球ナイスです。再びジョン・ファシャーのランプレーによって左オープン突破を図りましたが、これは琉球99番見事に対応しまして、ゲイン1ヤード、ゲインノーゲインとしています。素晴らしいタックルをしましたのは、最終的に決めたのは99番の牧でした。さあ、まずディフェンスでここで琉球も奮闘しております。台北エネミー42サーダー5。さあ、この5ヤードの攻防、果たしてどちらに軍配が上がるか。はい、止めたことですよ。そうです、サーダー5。さあ、ボールが出た。ここはパス的にシチュエーション右の方に流れながらボールが浮いた。ボールが最後にパス不成功、パスインコンプリート。クォーターバック12番右に流れてターゲット探し、ワイドレシーバー21番に投じましたが、ディフェンスカバーありましてパス不成功となっています。クォーターバック12ターゲットチョイス24パスインコンプリート。キッカーが出てきてパットに変わるのかと思いますが、ボールの位置が今のところ42ヤードぐらいになるんですね。台北プレザーズ、フォースダウン5、ボールオンエネミー42。さあ、この最後の攻撃権は台北はどうするでしょうか。ただ少し距離がね、4ヤード残ってますけど、台北フォーメーション変えまして、パントフォーメーションを取ります。ただ何があるか分かりません。パンターには22番のジョン・ファッシャーが入りました。ここでホイッスル、フラッグが出ましたか。今のはフラッグが出ました。これは台北チームにフラッグが出たようです。ここで反則が発生しています。今のはオフェンスチームの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為を働きました。アメリカンフットボールの攻撃には制限時間があります。制限時間内にプレーを始めないと5ヤード抜体という形になり、攻撃権継続となります。従いまして台北フォースダウン10。さあ、改めてボールが出た。少しスタッフが乱れたが落ち着いて蹴り返す。さあ、時間できるぞ。さあ、琉球しかしこのカバー発生してる。さあ、この判定どうなるか。琉球ここでファーブル、そしてそれをリカバーしたのは台北、台北フォースダウン。ここで台北はパントにより攻撃を放棄しましたが、このリターンに入った琉球、ここでボールをファンブルしました。ファンブルをしたボールを抑えた方が攻撃権を得ます。それを抑えたのは台北。従いまして台北ファーストダウン10。非常に大きなプレーが発生しました。結果的に大きく前進して台北攻撃継続となります。これはチャンスです。台北、ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。前半2つ目、先ほどのリリーオブゲームで実地5ヤードで、これは琉球がリアルタイムをいいポジションで始められると思ったんですけどね。非常に好位置を結果的に得ることになりました。台北、ここで攻撃仕切り直す形でタイムアウトを挟みます。力が出ますとね、
私もあのプレーを見ながら自分の人生を反省します。非常に大きなプレーになるかもしれません。琉球結果的に陣地を大きく譲る形にしてしまいまして、攻撃権更新を果たさせています。あそこで落ち着いてあのボールを蹴られたというのも、台北としてみればこのチャンスは何としても生かしたい。ボールオンはエネミー22、台北ファーストアンテン。どちらにこのゲーム流れていくのかがわからない、非常に見ている分には面白いゲームになっていますよ。ここはガーディアンがよくディフェンス頑張るところですね。さあ頑張ってください。反対にプレデターズはこのチャンスをつかみたいところ。ファーストアン、ボールの位置はジックスで敵陣の22ヤード。ボールが出てパスでくる。おナイスパット、ナイスパスカット。あ、一瞬ね、ヒヤッとしました。ここで右に展開したワイドレシーバー84番にパスを通しました、タイプ。しかしこれを琉球29番がパスカットし、パス不成功としています。パス失敗ですので攻撃権を台北1つ失いまして、セカンドダウンに変わります。台北パスインコンプリート、インコンプリート、セカンドダウン10、ボールオンセイム、エネミー22。さあセカンダウン、まあ、このポジションまで来てるわけですから、はい、ある意味で言えばフィールドゴールは仕方ないというふうに考えて、さあどうなるでしょうか。台北2回目の攻撃はどのようなチョイスになるか、はい、まあ、だからここはそういうふうに切り替えて、さあボールが乱れたぞ、どうする。さあクォーターバック右に流れた、スカムに入る。さあタックルカース、これは強い。キャリア12番スクランブルしまして右オープンに展開、約6ヤードのゲインを果たしています。すごい体、すごいパワーですからね。クォーターバック12、トーマス・ジャン。さあクォーターバックのトーマス・ジャン、見事であります。タイペイサーラン4、ボールオンエネミー60、ここではあと4ヤードほど、はい、10ヤード前に入ってますので、いわゆるレッドゾーンと呼ばれるところには入っています。タッチダウンまではおよそ15ヤードほどですね。さあどうだ、また持った、持ったな、これはうるさい。さあトラブル発生している。さあこの判定どうだったか、ターンオーバー。しかしこの判定、レフェリーの判定になります。しばらくレフェリーの判定お待ちください。ターンオーバー、攻守交代、奪い返しました。ここでクォーターバック12番キープに転じましたが、その時にボールをファンブル、その一瞬の隙を見事生かしまして、ボールを掴ましたのは琉球ガリアンダイオンズ。素晴らしいチャンスをしました。琉球攻撃権ダッシュになりました。琉球ファーサー、見事このファンブルを誘発しましたのは8番のネジマ、そしてそれを見事生かしまして、ボールをリカバーしたのはディフェンスラインのエドワーズ・ガブリエル、チームキャプテンです。さあこれでオフェンス変わってますよ、ご覧ください。さあまずランプレーから入るが、これはプレデターズのディフェンス踏ん張る。いやしかしね、ディフェンスはこういうプレーがありますので、さあまずそれを手堅くランプレーにより突破を図りました琉球。しかしこれは台北も勢い止めんとこのランプレーを阻止しております。ノーゲイン、琉球セカンドアンテン。さあどうだ、ここをパスで来たいな、あっと危ない、さあこれでどうなるか、これはインターセプトか。さあ判定を待ちましょう。怖いんです、取ったのは27番です。いやこれ落としてますね。パスインコンプリート、パスインコンプリートの判定です。落としてますか、下についてる。パスインコンプリート、パスインコンプリートです。先ほどのプレー非常に危ないプレーになりましたが、しかし結果的にはパス不成功となりまして、サードダウンに変わります。投げ捨てるならばはっきりとサイドライン投げ捨てないと、ちょっと半端に投げるとこういうことになりますね。やはりあの琉球非常に危うい状況でしたが、しかし攻撃権継続です。ボールオン自陣13ヤードから琉球サードダウンって、さあ台北まだ勢いに乗っているという話がありますが、琉球このサードダウンどのような選択をするでしょうか。
成功。さあ中央付近にいるワイドレシーバー3番にパスを投じました。クォーターバック7番、このキャッチ地点どのような位置になっているでしょうか。琉球ファーストダウン、見事クォーターバック7番、攻撃権をパスによって1回で更新しまして攻撃権更新ファーストダウンとしました。素晴らしいパスを投じたクォーターバック7番は藤原、チームのバイスキャプテン。取りました。ワイドレシーバー3番は池口。さあここでまずパスプレーのように突破した。さあこの次のパスも通っている。連続攻撃権更新です。琉球ファーストダウン、今度はワイドレシーバー10番の小屋にパスを通しまして琉球ファーストダウン継続です。ここへ来て起死回生のパスを決めています。藤原1回続けて攻撃権更新を果たしました。これもね、なんとファーストダウン更新ですから見事に10ヤード刻んできています。リズムよくですね。さあそうなりますとね、おそらく琉球ファーストダウン点、ボールオンは自陣38ヤード。さあ今度は中央のプレー、ランニバック33番に持たせ中央のパワープレーに出ました。これが構想し約3ヤードのゲイン。キャリア33番は中本。琉球セカンダウンセブン、ボールオン自陣41ヤード。セカンダウンセブン、ファーストダウンまではあと7ヤード。さあショットガンのフォーメーションです。パス成功。さあナイスタックルだが、しかしこのプレー成功しています。今度は左に展開したワイドレシーバー3番にパスを通しましたが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。いやしかし落ち着いたパスプレーですね。サーブカウント残り4ヤードほどでしょうか。失礼しました。ウォーターブレイクです。ウォーターブレイクが入っています。反則は発生しておりません。ウォーターブレイクです。失礼いたしました。さあここで今時間を使いながら水をね、皆さんに飲んでもらう。さあ拮抗した状況にありますが、しかし2点3点する中、現在琉球が攻撃を展開しております。厳しい位置にありました琉球、しかし陣地を中央付近まで押し返しましての現在ウォーターブレイクです。しかもですね、今回はオフィシャルの皆さんも大変飲んでる見てくれ、よく飲むあのお腹素晴らしい。見事です。失礼しました。メッセージの方で、私の方の英語のコメント、単語の選択の方訂正を求められております。オポーネンツ、相手陣というのはオポーネンツと表現させていただきます。ありがとうございます。さあサーダウン残り4秒、琉球サーダウン5、どういうプレーを選択するか。藤原さあボール出ました。パスですね、右サイド、どうだ、うまい、パスだ、非常に厳しい中、ホットパスをワイドレシーバー10番に通しました。琉球攻撃権更新ファースト、見事競り合いながらキャッチ決めましたが、ワイドレシーバー10番の小屋、ちょっとこうイメージ的にですね、14番のスタミナックスからいよいよ小屋君に代わって、MVP が小屋君になるかもしれませんね。この2人がね、うまく琉球オポーネンツ45ファーストダウン。さあどうだ、ボールが出て、ここはどうする、ボールを持たせて33番どこまで持ってくることができるのか。さあ今度はランニバック33番に右オープンをつかせました、はい、外を巻くように攻撃権更新を図りましたが、原因は約4ヤードとなっています。キャリア33番は中本、今いいバランスできてます、ね、失礼しました、ゲイン3ヤードに訂正します。ですからこちら琉球チームのオフェンスが非常にいい形で、琉球相手陣42ヤードからセカンドダウン7、残念ながら得点を追いかける方ですから、ここは頑張ってもらいたいです。パス不成功。今度は左に展開したワイドレシーバー14番にパスを投じましたが、これはキャッチできずパス不成功となっています。攻撃権が1つ変わりましてフォースダウンに変わります。コミュニケーションがありましたが、しかしこれは大事に至らず、ここは立て直してまいります。今それぞれの選手が腕に巻かれた、先ほどのプレーセカンドダウンのプレーでした。次のプレーを確認しています。従いまして琉球サーダウン7、
さあボールを取ってどこまで行く。さあプレッシャークルナがクォーターバック流れ、スカムに入った。さあベンシェル、ナイスだ、ファーストだ。クォーターバック7番バスターゲット見つからずスクランブルに展開しました。しかしこれは構想しました攻撃権更新となっています。琉球ガーディアンズ4ファーストだ。今ウィンが崩れて走りだす、はい、スクランブルね、見事攻撃権更新を果たしました。クォーターバック7番は藤原、個人技ですよね。これはよく相手が逃げていました。ただあの怖いですよね、ボールを持って走るのは。ここで台北前半最後のタイムアウトを使いました。見事です藤原選手。残り時間まだ3分32秒という状況ですが、ここが勝負ところと見ましたか台北。ここでタイムアウトを使い切ります。3つのタイムアウトを取りました。残り時間が3分32、第2クォーターの残り時間ということは前半も残り時間が3分32。さあ非常に面白い状況になってまいりました。自陣深い位置からの攻撃が琉球でしたが、しかし見事なパス攻撃により一気に相手陣25ヤードの位置まで攻め返しました。いよいよエンドゾーン見える位置にありまして、現在台北が最後のタイムアウトを使いましてこの状況打開を図ります。3分ちょっとの間に得点にしたいですし、このタイムアウト台北生かすことができるでしょうか。琉球それを払いのけて一気にさらに逆転となるタッチダウンを奪うことに成功するでしょうか。加点したいというところでありましょう。さあ風も吹いてまいりましたが、さあこの中で皆さんどのようなプレーを選択するか。前半3つありますタイムアウト、最後のタイムアウトを使いました。試合再開します。琉球相手陣オポーネンツ35ファーストアウト。さあ出ました、5打席です。ディフェンス速い、タイペイバーストです。ここでまずランプレーを投入しました琉球。しかしこれをタイペイ95ナイスタック2ヤーロス。素晴らしいタックをしましたがタイペイプレッダーズ95。ディフェンスを褒めるべきですね。素晴らしいプレーでした。ナンバー、メンバーの名前がそこに記載ありませんので、ナンバー85です。ナンバー85サムレイン。おっしゃる通りですね、およそ3ヤードのロス。琉球セカンドアンドパス。さあパスは通ってる、パス成功。これはボールデッドになるでしょう。非常に低いバックスを、しかしワイドレシーバー10番見事にダイビングキャッチしまして、キャッチした後約10ヤードのゲインとしています。低いボール難しいですよ。はい、さあこれでファーストダウンまでは2ヤード。琉球サーダウン2、残り時間が2分20秒を切ってまいりました。さあトラブルが発生して、これは痛い、ターンオーバー。これはちょっと、ここでクォーターバック7番の藤原ボールをジャックル、そのジャックルしたボール結果的に抑えることができず、台北が抑えまして攻守交代です。ターンオーバー。そうですね、センターからのボールが少し上ついた、クォーターバックそれを弾いてしまった。琉球絶好の逆転の機会でしたが、このわずかなほころびにより攻撃権を失いまして台北の攻撃に変わります。ディフェンスを褒めるべきでしょう。いやもうこうなれば逆転も。さあ台北攻撃権を得まして、ボールオンオン80ファーサーテン。残り時間が2分4秒。さあここはね、なんとしてもこの2分をね止めたいですよ。そうですね、ともすればまたダブルフォース。いかがしたらどうでしょう。さあまずランプレーから入りましたが、これは琉球ナイスディフェンス。台北チームは好調なランプレーよりまず状況を打開を図りました台北ですが、このランプレーは1ヤードのゲインにとどまっております。まあ、このままリードしたのも終わりたいというところでしょうかね。
アメリカンフットボールはボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は時計が回り続けます。従いまして現在時計は動いた状況になっております。ランダとフィールド内に止まれば時計は回り続けるわけです、ね、おっしゃる通りです。琉球セカンダウン、失礼、台北セカンダウン9。さあボールが出ました。自らクォーターバックがボール逃げてこれ投げ捨てた。パスインコンプリート。クォーターバック12プレッシャーからパスを投げ捨てました。クォーターバック12パススローアウェイ。ダウン1つ失って台北サードダウンに変わります。残りが1分20秒。あ、皆さん11分あれば十分ですよ。さあボールが出た。お、タイミング止まってる。パス成功。止まった止まった。パスコンプリート。しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースター。これはレフェリータイムアウトになりますかね。タンカー、あ、琉球大学アメリカンフットボール部がやっと動きました。やはりあのフットボールというのは安全性を第一に考えてプレーを。現在こちら撮影場所の方が逆光にありますため、フィールド上のクロック等の視認が遅れているためクロックに誤差が生じております。誠に申し訳ございません。できる限り誤差が対応できるように目視していきたいと思います。という話がありましたけど、実は私が実況している中で、あの西村大さんが大好きなトム・ブレイディという選手は自身の7ヤードの地点から残り57秒でタッチダウンを上げましたからね。おっしゃる通りでね、ですから反対に言えば常にそういう練習をなさってますね。はい、おっしゃる通りです。1分ならばここまでいけるというのがありますね。素晴らしいです。さあそういった意味ではアメリカンフットボールは最後まで分かりません。怪我があったようですけども、大事に至らなければ。さあ負傷者ありましてのタイムアウト解けまして試合再開となります、はい、台北フォースダウン3パンフォーメーションチョイス。おっしゃる通りです。スナップトラブル。さあどうだった、これは大きなプレーになるか。サウティスナップが大きく差しまして台北エンドゾーンにボールが入りました。ハンターこれをリカバーし蹴り直そうとしましたが、エンドゾーン出る前に琉球がタックル、そこでプレーが止まりまして結果的に台北自殺戦セーフティーとなりました。これによりまして台北は琉球に2点献上する形になります。従いまして琉球ガーディアンライオンズに2点入りまして琉球ガーディアンライオンズ9ポイント、台北8ポイント、試合は逆転となりました。見事にこのチャンスを生かしまして、セーフティーを奪いましたのは琉球8番の根島。8番の根島。セーフティーの場合は相手がパンチしないで。さあそして試合は先ほどその自殺点を献上した台北のキックオフで試合再開という形になります。残り50秒。ルール的には台北がマイナス2点を獲得したという形で振り返りください。従いまして攻撃権は必然的に琉球、キックオフは、台北の方がキックオフする形になります。ボールオンはしかも自陣20ヤードに近いの台北キックオフ。さあこの絶好機琉球生かすことができるでしょうか。ご覧のように台北チームのキックオフ。さあどうだ、ここをどこまで戻すことができるか。ワンバウンド、ボールがラッキーバウンド。さあリターンに入る。落ち着いて、さあいった、すごいって、ここは捕まった。自陣45ヤード付近を確保してこの位置からの琉球の攻撃となります。じゃあここからですよ。カズキ、はい、ナイス。さあ残り時間が前半39秒です。
逆転に成功しました。こちら琉球ガーディアンライオンズ。さあ琉球残り時間39秒という状況になっています。この残り時間を生かしさらなる加点図れるでしょうか。琉球ボールオン自陣44ヤードからのファーストアウト。一発っておいてミドルまたはランプレーで何か一発またサイドライン走ってね、時計止めながら、はい、ここのうまくタイムレジメントできるところでおっしゃる通りです。さあショットガンからボールが出て、いやランです。これはさあランプレーから入った。何枠33番に託し左を2黒突破、約3ヤードの原因としています。しかし時計が回り続けます。さあセカンドダウン8、藤原奥を見た。さあパスプレーに出ましたが、これはプレー失敗としましてパス不成功となっています。はい、やはりあの長いのを警戒してディフェンスバックもしっかりとねワイドレシーバーについてましたから、投げるところがなかったわけでありまして、この辺のあたりは台北チームのディフェンスが良かった。琉球サーダウン7。さあどうだ、今度は中央を突くがディフェンスが抑え込む。さあ中央のプレーですが、これは阻止されております。そうですね、時間的にはもうこれが、あ、今ホイッスルですね。ここで前半が終了となりました。ここで前半の時間がなくなりまして前半終了です。琉球ガーディアンライオンズ9点、台北プレデターズ8点、琉球ワンポイントリードで前半戦終了となりました。さあ目まぐるしい攻防となりました。このパイナップルボール、その最後はセーフティーにより根島が活躍しました。セーフティーによりまして逆転となり、琉球が1点リードする形で前半終了となりました。しかし共に攻撃好調、守備奮闘する非常に白熱した一戦、果たしてこのハーフタイムでどのように状況変わってくるでしょうか。共に双方ともその作戦を練り直しのためのハーフタイムに入ります。多かったので後半に大変期待したいところであります。まずは両チームの皆さん、前半お疲れ様でした。